今日は筋肉痛についてはいはいはいえー、っと「俺は今ジムに行っている」「ジムに行って運動をしている」「足の運動」「胸の運動」 腕の運動お腹の運動いろいろな運動運動をすると筋肉痛になる普通は次の日か次の次の日朝起きた時に 痛いとなって階段を降りるときに「おお痛い」となって,なってちょっとこう「痛いけど嬉しい」みたいな感じがする「痛いけどちょっと嬉しい」変な人というわけじゃなくて「 ほとんどすべてのジムに行っている人がそういう気持ちになる多分痛いでもちょっと気持ちがいい嬉しいまあ多分ジムに行っている人だけじゃなくて家で運動をしている人もたくさんいると思うすべての運動をする人が ちょっとこう筋肉痛になる筋肉痛はとてもいい気持ちがするその理由は筋肉痛がある筋肉痛ねそのマッソペイン筋肉痛があるということは運動をちゃんとできたということだから運動を ちゃんとしなかったら筋肉痛はあまりないでも運動をちゃんとしたら筋肉痛があるだから筋肉痛があるというのは運動をちゃんとしたという証拠証拠になる俺は昨日運動をちゃんとしたんだ と思うことができる嬉しい俺は頑張っている自分で自分に「すごいぞ!」と言いたくなるこれが筋肉痛皆さんも筋肉痛が出るように筋肉痛になるように運動を頑張ってください。 Adios.